大地、お母さんたちもう行くわよ。俺の名前は平大地。至って普通の高校生だ。今日から両親が海外出張。思いっきり羽伸ばしてやるぜ。あ、そうだ大地、あんまりそそぐちゃんに迷惑かけちゃダメよ。じゃあ行ってくるわね。そそぐ？誰？第一声、君だけに教えるよ。教えねえよ。私、星降り注ぐ。私がアイドルってことはクラスのみんなに内緒なの。いろいろあって退学の危機。助けて大地くん。星色ガールドロップ第二声、ヘルプ注ぐはアイドル。来週も恋にドロップドロップ。私、星降り注ぐ。マネージャーさんが病気になっちゃったの。そこで急遽大地くんが代わりにマネージャーをすることになっちゃって、どうしよう、ドキドキしちゃう。星色ガールドロップ第3世、大地くんが新しいマネージャー。来週も恋にドロップドロップ。私、星降り注ぐ。デビルボルケーノと公開オーディションをすることになったの。私は大地くんと2人だけで猛特訓。星色ガールドロップ第4世、デビルボルケーノ登場。2人だけのライブ。来週も恋にドロップドロップ。いやっほー、しずくだよ。注ぐちゃんは私だけのものなんだから。注ぐちゃんのことばっかり考えてたら全科目赤点取っちゃった。別に勉強教えてくれたってかっこよくないんだから。星色ガールドロップ第5世、しずくのライバルハート炎上中。来週も恋にドロップドロップ。はい、夕日コロナです。え、大地くんと私が仲いいって気になる。星色ガールドロップ第6世、三角関係、強敵はコロナパイセン。来週も恋にドロップドロップ。私、星降り注ぐ。待ちに待った修学旅行にロケで行けなくなっちゃった。でも偶然大地くんと同じ宿の同じ部屋になっちゃって、私たちまだ婚約前なのに。星色ガールドロップ第7世、部屋が一緒なら戸籍も一緒に。来週も恋にドロップドロップ。私、星降り注ぐ。来月に迫ったスーパーライブフェス、共演はデビルボルケーノ。そんな時音楽の方向性の違いでぶつかっちゃった。そしたら大地くんがボローチェレの話し合いをセッティングしてくれて、多数決で決めよっか。星色ガールドロップ第8世、ドロップスターズ解散の危機。来週も恋にドロップドロップ。私、星降り注ぐ。次の新曲の歌詞は私が担当することになっちゃった。でも何も思いつかないよ。そうだ、私の大地くんへの思いを歌詞にすればいいんだ。星色ガールドロップ第9世、あなたに届け、私たちの新曲。来週も恋にドロップドロップ。私、星降り注ぐ。大地くんとの思い出の場所で遭難しちゃったの。そしたら大地くんが来てくれて、星色ガールドロップ第10世、満点のキス。来週も恋にドロップドロップ。私、星降り注ぐ。大変、大地くんが本当の自分を見つけるために海外に留学したいって言い出しちゃった。私たち離れ離れになっちゃう。星色ガールドロップ第11世、突然の別れ。来週も恋にドロップドロップ。自分を探し続け思い出した。注ぐは5年前に俺の身代わりに一度死んで星になった。でもガイアの力で注ぐに関する俺の記憶を失うことと引き換えに注ぐを生き返らせた。また注ぐは俺のために命を失おうとしている。俺は今度こそお前と結んだ約束を守りたい。星色ガールドロップ最終生、星降る大地、大切な約束。俺たちはまた恋にドロップする。私、星降り注ぐ。私たちソロ活動をしていこうと思ってた矢先、大地君からプロポーズされて海外に住もうって言われたの。私、どっちの夢を取ればいいの？星色ガールドロップシーズン2第1世、アイドルか花嫁、選ぶのはどっち？2期も恋にドロップドロップ。ご視聴ありがとうございました。スマホのみんなは画面下のボタンから、 PC のみんなはこちらからチャンネル登録をねさーす。はーい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前ん家行くからね。